はいどうも皆さんこんにちは、バイオリン道場へようこそ。今日のバイオリン道場はバイオリンを弾くのにかなりの方が使われている肩当ての中でもホマレ、この形のですね肩当ての紹介をしていきたいと思います。これはざっくばらんに僕の使用感とかレビューの動画となっておりますので、ぜひですねホマレという肩当てが気になる方は、ぜひご覧になっていただければと思います。というわけで早速なんですけども、このホマレという肩当てはそうですね2019年頃に市販されて、20年にはもう出てましたね、昨年です。そして、最近ですねバージョン2というものができまして、バージョン2はこちらになります。こうですね、こうなるとホマレのバージョン2と書いてあって、こちらは元のオリジナルのホマレの肩当てということになっております。でですね、この肩当ての一番特徴的な部分はこの独特な形ですね。でこれが楽器にどういう風につくかと言いますと、楽器のこう裏を見た時にここにこうくっつくんです。なのでここにまずこう引っ掛けて、そしてよいしょ、引っ掛けてこれをぐり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 と中に持っていくと、こういう付け方をします。そして、推奨されている付け方としては、ここの底面の部分がここの楽器の一番下の部分とだいたい垂直になるように、まあちょっと今こちらに傾いてますが、このようにつけるところから肩幅が小さい人は少しこちら側、肩幅が広い方はもっと奥にというような、取扱説明書みたいなものも入ってますし、実際にですね YouTube のチャンネルでも、これはあの読み教のあのニノさんというビオラの方が開発されて、あの僕は面識ないんですけども、その方が開発されて、国内の、弦楽器プロオケで活躍されている方の意見を取り入れて純国産で作った肩当てということになります。今まで国産の肩当てっていうのは多分なかったと思いますね、僕が知る限りですけど、あの僕は知らないので、このパーツまで全て国内で生産しているということはとてもまあ信頼がおける、メーカーといいますかね、肩当てになっています。で、実際にですねこれあのネットで画像だけ見ててもよくわからない点として、非常にこのネジがとても優秀なネジです。あのとてもきっちりとはまるように設計されていますし、実はここの裏のこのネジがですね、ほんのちょっとだけこれ出っ張ってますでしょ、これもわざと出っ張るように、要は緩んできたらこの出っ張りがなくなるわけですよね。そういうのが分かるようになっていたりとかですね、結構いろいろな工夫がされています。ここのゴムの質とかもとても楽器にとっては良い、良いというのはつまり、まあ、しっかりしてて楽器を傷つけないという意味で良いものだというふうに思います。で、まあ、あの特徴としてはですね、このカーブのこの形状なんですね。ここを少しこう落ちて上がって、でまたちょっとだけ曲がってるんですね。ここちょっとだけ曲がってますでしょ。でこれが肩のここに乗っかるという、こういう仕組みにねなっています。でこのホマレという肩当て、バージョン1とバージョン2があるっていう話さっきしたんですけど、これがあのどう違うかっていうと、バージョン2が新しく出たんですが、バージョン1もまだ売ってるんですね。オリジナルのホマレということで売ってます。でバージョン2になるとですね、ここのさっきのこれ今向き逆に、人間の体の方向いてますけども、ここの背中側のこのへこ、カーブっていうんですかね、このアクリル板を熱かなんか加えてちょっと曲げてあるんですけど、この曲げがバージョン2の方がちょっと急なんです。こんな感じね、少し違いますよね。うん、ということになっていまして、バージョン2の方がよりですねここの角度にクッとこう入り込むような形となっているわけです。はい、そしてまあバージョン1とあのバージョン1というかオリジナルとバージョン2の違いとしては、アクリル板の厚さがほんの、あでもアクリル板の厚さはそう変わらないかな、微妙に薄いかもぐらい薄くはなってるんですけど、ほとんどまあ変わらないぐらいで、あとちょっとこれ僕いろいろもう変えちゃっていて、ちょっと元の状態を感じていただくために
これホマレの箱なんですけども、これバージョン2ですね。バージョン2って書いてるやつなんですけど、もともとはですね、このバージョン2はここの裏のパッドはこれ僕が剥がしたんですけども、とってもね薄いものが入ってるんですよ。で今のこれは、今僕がこれ貼ってるのはもう貼り替えてるんですね。ここ分厚いタイプっていうか、オリジナルについてたぐらい分厚いタイプのものをバージョン2にも貼り替えてしまってるので、これ厳密にはバージョン2そのまま買った、通りの状態ではないんです。でまあこれはすごく薄かったんですよ最初。なので結構骨に当たる感じがあったのがちょっと嫌で、もうちょっと柔らかくあってほしいなっていうふうに思ったので Amazon で注文して、買い替えました。まああとはこれは誉れの制作者の方に怒られそうなんですけども、ここの高さですね、バージョン2になって、なぜ僕がバージョン2を買ったかというと、バージョン1が使いにくかったんですよ。でなぜ使いにくかったかというと、ここのカーブがやっぱりなさすぎるんですね。例えばまた紹介しますけども、ピラストロのこのコルカレストっていう前の動画からもう僕使ったりしてるんですけど、こういうここのカーブですね、背中側のこのカーブが誉れだとほとんどないんですね。なのでちょっとそれがあんまり好きじゃなかったんですね。でこの誉れのオリジナルの方は片手をなしでバイオリンを構えるっていう人向けにある種作られていますので、まあ仕方ないかなということなんです。まあバロックバイオリンとかにはまあ持ってこいかもしれないんですけど、ちょっとなかなか僕には合わなかったですね。でまあバージョン2になると、ここがちょっとこう曲がって、曲がりを多くしてくれたので、そこに関してはとっても良かったんですけど、ただですね、そうついてるネジがですね、もともと背中側についてるネジってものすごく低いネジがついているんです。こんなような、これもともとついてたんですけども、これがここについてるので、わかります？これネジをもう入れる瞬間ですら今のこの高さのネジよりも、はい、低くなっちゃうんですよ。ここが、うん、こうやって見た方がいいかな、こんな感じなので、まあそれでこう入れていくとどんどんここが高さがなくなってしまって、もちろんそのちょっと入れちゃいました。それでもいい方っていうのも結構いらっしゃると思うんです。この肩がそんなに長手型じゃなかったりとか、首の長さがそんなに長くなかったりっていう人はいいと思うんですけど、僕はかなりやっぱ撫で型、首も長いっていう、かなりのバイオリンに向いてない体型なので、やっぱりですね、ここの高さはもうちょっとないと厳しかったんですね。なのでこのこちらについていたものと同じ高さのものをこちらにもつけています。ネジだけ買い足しましたっていう風にやってるんですけども、それでもやっぱり僕にとってはなんとなくここの曲がりはいいんだけど、今度はですね、ここのここで曲げてやりますでしょ、こういう風にここでこう曲げてやるわけですよ。この曲げがですね、あんまり僕はこんなにいらなかったなっていう、こっちここが結構当たるんですね、胸の方にね。まあただですね、これは今の僕のその超独断と偏見による意見なので、これはいろんな奏者の人で試されてかなりよく考えられて作られている方なので、まあちょっと一概にすいませんって感じで、僕が間違ってることもね多いと思う。構え方を矯正するという意味での肩当てでもあるんです。この肩当てを使って演奏できるぐらいの楽器の構え方っていうのが正しい構え方だっていうのを、逆に肩当てが教えてくれるという、そういうこうメッセージ性も込められている肩当てでして、教育的なんですね、とても。で楽器のここの部分にこうはめますので、こっちはもう動かせないんですよ。でここをはめた状態でこちら側をこう動かすことしかできないので、やっぱり調節できる幅が限られます。こっちに普段はねはめますでしょ、こうするといろいろ動かせるんですけど、ここなのでここにはめるので動かせないんですね、という意味でも教育的な肩当てかなと思います。なのでまあ結論として言うと、肩当てをまあ使わないで持ってったけど、それだとちょっと楽器が不安定だからちょっと肩当て使いたいけど、普通の肩当てだとちょっと使いにくいなって思われた方なんかは、誉れの元のオリジナルのバージョンなんてが結構いいと思うんですね。で誉れのバージョン2は肩当てを使う人
のある程度多くの人々に使いやすくできるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕みたいにこんなに首が長くてこんなになで肩っていう体型の人もそんなにいないと思うんで、僕よりは皆さんは使いやすい肩当てかなというふうに思います。であとですね、バージョン、オリジナルとバージョン2の違いの大きな違いの一つとして、この背中側のこのネジがオリジナルの方はガタガタします。これはわざとガタガタするように作られてるらしいですね。遊びを持たせてる。でもこれ別にこれで問題ないのでこのまま使えばいいんですけど、バージョン2の方はもうしっかりと作り込まれていて、これは材質の変更とかっていうのがかなり分かりやすく、こっちは結構クリスタルですもんね、こっちは黒いですからね、そういう違いがあります。で、まあ、あと個人的に、これを誉れ制作者が見ていたくださるかどうかわからないですけども、僕からの要望としては、勝手に言うんですけど、誉れはですね、この、足の部分と底面の部分の、傾きが平行なんですよ。そうすると、ピタッとここの肩に乗った時に、楽器は、結構下の方を向くようになってしまうんですね。で、楽器を上にこう上げるとそれにつられてこう回転するんですよね、肩当てって。なんでそうするとこのこちら側、画面向かって下側の方ばっかりが体に当たって向こう側はあんまり当たらないってことが結構起こるので、ちょっとですねこの足のカーブをもうちょっとこっちにっていうんですかね、してもらえたら、逆か、こうですからこうですね、こっちですねにしてもらえたらよかったな、それが調節できたらなおよかったなっていうのは個人的な思いであります。またですね、いつかお会いできることがあったらすごくいい方ってなので、ぜひですねこれは多くの皆さんに使っていただければなと思うんですけども、というわけで、であともう一つだけ最後申し上げておくと、音はめちゃくちゃいいです。肩当て、特にですね古い楽器じゃなくて新しい楽器の場合は結構パリパリとしたシャキシャキとした音が鳴る楽器が多いですけども、そういう音がですねこの誉れはかなりきつく楽器を締め付けますので、かなりきつくなるんです。でそうするとそれで音が締まってギュッとした音が出るっていうのは確かですので、その音響の違いも結構体感できます。どうでしょうかね、値段ですると数十万円ぐらいに変わるような、数十万円クラスの変化が楽器自体にねの出す音にあるかなと思いますので、ぜひですねまだなんか迷ってる方とかですね、誉れ考えてる方っていうのは今回の動画参考になればと思います。というわけで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。このバイオリン道場では教本の解説、テクニックの解説、初心者のしおりさんのバイオリンレッスン、小物の紹介、雑談といった内容を日々お送りしていますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、そして公式 LINE のご登録もよろしくお願いします。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。